皆さんこんにちは、市村フィルムの市村と、どうもライダーの山本です。お願いします。お願いします。っていうわけでですね、今回俊さんから提案された、はいはい、今回そのシリーズとしてやるのが市村ハウツー。そう、市村ハウツーというハウツー企画ですね。ハウツー企画ね、はい、で、これ何かと言いますと、出演してくださるライダーの方に一つ何かトリックなりターンなり、何かワンポイントアドバイスを欲しい、ワンポイント、まあ一つのトリックでもいいですし、一つのターンでもいいですし、その時に何を意識してるかっていうのをこう説明してもらえたらなと思うんで、その第一弾としてしゅんさん、ありがとうございます。ということでしゅんさんの、市村ハウツお願いします。お願いします。はい。ではですね、僕のハウトゥー第1弾として、ブー抜けのオープン3をハウトゥーというトリックとしてね、お伝えしたいと思います。まあ、トゥー抜けの利点としては、オーリーというか、どちらかというとこう両足ジャンプに近いんですよね。なのでカービングでしっかりとエッジが噛んでる状態の時でも、高さを出しながら回転系のね、スピン系のトリックができるっていうね、結構お得トリックなので、それを僕は今日ハウトゥーしたいと思います。で、3なんですけど、その前にフロントの180があるんですよね。なのでまず180を説明してから3も説明したいと思います。で、まず180なんですけども、ヒールではなくトゥーなので、かかとのターン終わってトゥー、つま先側のターン入って、このトゥー、このつま先側にエッジがしっかりと噛んでる状態で打ちます。で、この時に180はどちらかというとスピントリックというよりかはストレートで抜くような感覚で思っててください。でもしっかりとエッジはかましておく、噛んでる状態でテイクバックを軽く取ってスピン方向に手を回すんですけど、目線は進行方向のままです。進行方向のままでこれで飛びます。両足ジャンプです。両足ジャンプで手につられて足は空中で90度回ります。90度で、この90度から最後の90度返してくるところ、ここは最後は足で合わせにいきます。なのでこれでまず90度で、足と手の返しで90度で180度回ります。板つけてないんですけどやってみますね。ここからヒールからトゥー、噛みました。ここからこれで180です。180で高さを出して着れるように練習してください。で、その上の3プラス180度ですね、1回転するトリックになります。で、180の時と3で大きく違うのは前手と目線です。3になるとテイクバックを少し大きめに取って2かましてきますよ。かましたままテイクバックを前手を回してきたら、さらに180の時より回して、目線が大事です。目線を後ろまで持っていきます。かました状態でスピン作ります。で、ここから両足ジャンプです。こうするとトゥー抜きの31回転ですねが意外と結構簡単にできます。まとめると、まずはトゥー抜けの180。そうです、トゥー抜けの180。それを高さが出せるとこまで練習をしてほしい、はい、じゃあその後オープン3、
2抜けでオープン3ってなった場合には、1より、テイクバックを少し多めに取る。で、2つ目が180は正面を向いてたけど、はい、3の時は目線を送って。そう、送って。送ったところから飛び立ってください。なるほど。両足ジャンプ。はい。わかりました。いいでしょうか。はい。大丈夫です。大丈夫です。はい。はい、じゃあ、市村ハウトゥー続きますので、楽しみにしてください。